滋賀県保育士保育所支援センターの就業継続支援アドバイザーの松尾真由美です保育所認定こども園に預けて仕事をすることについて保育所利用についてのいろんなご質問がありますので一緒に考えてみましょうまず一番は子育てと仕事の両立でメンタルケアをしてもらえるところがあるの 毎日家事やそれからえっ、ー、と子育て、仕事もお忙しいと思います。保育所は子どもを預けるだけでなくって、子育て相談所の看板を掲げています。園長先生が主にはその担当になっています。子育て担当の先生もいます。まずは園長先生に相談してみましょう。 それでもなかなか回復しなくて気持ちが落ち込む時しんどい時はどうしたらいいのでしょうか各保健所に母子担当の保健師がいますので定期的に話を聞いいてもらいましょうそうすると気持ちが楽になったりしますカウンセリングを活用するのも一つの方法です。一番は ご家族で協力して子どもの成長を見守ることですどちらかに一人に負担がかからないようにみんなで協力してお子さんの成長を見守りましょう二番目に保育所に落ちた時は保育所に入りたいけれど保育所に落ちた時はどうしたらいいのかなっていう質問もあります保育所の入所には優先順位があります お仕事が決まっても育児休暇の復帰やフルタイムの就労の方優先など入所の優先順位が変わってきます。特に短時間で週に何日かの就労の方は入所の優先順位が低くなりなかなか入れないことがあります。入所式希望は1番の1カ所でなく何番まで 希望をたくさん書いていただく必要があります。どこの市町でも待機児が多く入所できない人がたくさんいます。なので、えー、絶対にこの園でなくてはダメだっていうんでなく通勤可能な園をいくつか選んで記入をして提出しましょう。もし それでも入所ができなかったらどうしても必要な場合ですね保育所入所が必要な場合は入所申請書を継続しながら無認可の保育園や家庭的保育所も視野に入れて考えてみましょう。無認可の保育園については直接申し込みになっていますのでそちらの園の空き状況 保育士さんの状況によって、えー、入所の条件が変わってきますので問い合わせはご自身でしてみてください。子どものお迎えに遅れたらどうなるの、えー、なかなか、えー、お仕事のきりが悪くお迎えに行けない場合保育時間は基本的には送迎時間プラス就労時間になっています。 どうしても残業が必要な場合は職場の証明をもらって延長保育の申請ができることになっています延長保育の申請についてはちょっとした残業があるからっていうのでできるわけではありません常備 残らないといけない条件でお仕事がある場合どうしても仕事で迎えに行けない場合に限って職場の証明をもらってください保育時間にお迎えに遅れた場合は必ず保育園の方に連絡を入れてください 先生も子どもたちも一緒ですまだ来ないなどうして来ないのかなと心配されていますので特に子どもはお母さんやお父さんのお迎えを待っていますなので必ず連絡を入れましょう緊急の場合にお迎えに行ってもらえる人がいるといいですね近くの祖父母親戚友人などを頼って 何かあった場合はお迎えに行っていただきましょう近くに誰もいない場合はファミリーサポートセンターに登録してお迎えに行ってもらえる人を見つけてもらいましょうあらかじめ保育園に入所と同時にその手続きをすることもお勧めします子どもの体調の悪いときはどうしたらいいの 基本的に、体調の悪い時や発熱の時には、保育園には預かってもらえません。職場の方にも理解していただく必要があります。お休みをさせてもらって、家庭でお子さんの様子を見てください。どうしても、それでも出勤しなければいけない時は、病児保育をやっている園、近くにあるかどうかわからないので、あらかじめ調べておきましょう。 そちらの園に預けることも可能です小さいお子さんは体力もありませんので水分を取って家庭でゆっくりと回復まで様子を見るのが一番良い方法ですなので、えー、職場の方にも理解してもらいましょう緊急時に連絡がつくような緊急連絡先の確認をします 子どもの発熱体調不良時の時はもちろんですが警報発令時や緊急時災害の時ですね急にお迎えに来ていただかないといけない場合は、えー、保護者の連絡先祖父母などすぐに対応ができるように緊急連絡先の登録をお願いします。保育園に入ったものの 保育所は途中で変われるのっていうえっ、ー、と質問もあります。保育所には定員があります。また保育士の数ですね。保育室によって子どもの受け入れ人数が変わります。4月入所人数に応じて保育所を配置し,しています。年度途中で定員はなかなか難しいです。また。 どうしても転園しないといけない理由によります引っ越し転勤それ以上のことがなければ基本的には難しいと思ってください。次の年の年月入所時に転園を目指しましまょう希望が叶うかどうか分かりませんが園長先生に相談してみましょう。保育所に預かってもらったもののやたら 帰ったら甘えるんですが、どうしたらいいですかそういう質問もあります。保育所は子どもたちにとっては家族から離れて集団で過ごす場所です。家族とは違い環境も変わり、とても子どもなりに緊張しています。 保育所と家庭生活のリズムができるまで、不安になったり不安定になったり、どうしても誰かに頼ったり、好きなおもちゃを持ったりしている姿があります。保育所で頑張っている分、おうちの人がしっかり受け止めて甘えさせてあげてください。今までできてたことも甘えてやらなくなりました。例えば、甘えたい気持ちからパンツ履かせてほしい。 ご飯を食べさせてこんなんやなどの困った姿を見せることもありますそれでも目いっぱい自分の要求を出していますので子どもの気持ちに寄り添ってお忙しいと思いますがお家で受け止めてあげましょう今回は保育園に入ってからのいろんな質問を整理してまとめてみました